デメキンは、サタマサキによる日本の自伝小説、ワニブックスにて2009年3月に刊行された。ヤングチャンピオンにて言うはじめによる漫画版が2009年ナンバー22から連載中。2017年10月には文庫版が刊行され、同年12月には実写映画が公開された。2020年6月時点でシリーズ累計発行部数は250万部を、 突破している。福岡最大の暴走族の総長だった、佐田正樹のいじめられっ子だった少年時代から不良デビューする中学時代、そして暴走族の総長として過ごした青春時代を描いた自伝小説である。登場人物は実在する佐田の友人である。小説版のカバーイラストはコンビ名と同名のバッドボーイズを代表作とする漫画家。 田中博士が担当した2017年12月2日より全国公開主演の沙汰役には漫画原作ものを数多く経験してきた健太郎相棒、厚成役には山田祐希を配役2時間という差しにまとめることもあり群衆劇となっている漫画版と比較し二人によるバディ者として意図的に再構成している厚生の恋人 秋役として舞台となる福岡出身の今田美桜を抜擢。ありがとうございます。